皆さんこんにちは、カンタイです。パワープロ2019ペナント実況プレイ始めていきたいと思います。今回は日本シリーズ第2戦をお届けしていきます。はい、ということで、前回ですね、初戦、なんとかね、勝って、まずはね、この日本シリーズいい形でスタートできたんじゃないかなと思います。本当に初戦取るとシリーズの流れってね、かなり変わると思うんで、で、特にこの2戦目ですよね。また2戦目も2連勝すると、実際の野球でもそうだと思うんですけど、かなり日本一になれる確率がね、ぐっと上がると思うんで、はい、今日ね、連勝できれば一気にね、流れも引き寄せられると思うので、はい、今日の試合もね、非常に大事になってくると思います。はい、シリーズのね、流れをつかめるようにね、今日もね、頑張っていければなと思います。はい、ではやっていきましょう。で、今日、事前にもちょっと、お話ししてたこともあるんですけど、今日はサラちゃんでいきますね、先発。いつものローテ順だったら今日マエちゃんなんですけど、マエちゃんはですね、次戦ですね、DH がない、セリーグ主催のね、試合になるんで、そこで打席に立てるって、メリットになるんで、はい。あ、不調のメンバー多いっすね。はぁ。で、先輩メンバーは日本シリーズは1戦ごとに入れ替えるんで、今回チームのですか、チームのの先輩メンバーですね。ちょっと不調な選手めちゃめちゃスタメンベンチ含め多いですね。DH どうしよっかな。これな、ちょっとマッチュンでもいいと思ったんですけど、今。キーちゃんとハズちゃん、絶不調じゃないですか。俺、この二人結構パワー型のタイプのメン、あれなんで、選手なんで。これな、ちょっと、イジリさんいるんですけど、二人はちょっと、そうっすね。なんかあったと。じゃあ、生駒ちゃんにしますか。はい。そうですね、2人はちょっと、だから今日、キーちゃんとハズちゃん、どっちかというと、こう、ダイソーの方に回るかなって感じですかね。そうですね、はい。ちょっとこの調子の感じだ、今日は、カッキー4番でいいかな、はい。はい、ではこれでいきましょうか。明治神宮野球場です。乃木対横浜 DeNA ベイスターズ、日本シリーズ第2戦の模様をお送りいたします。乃木の先発は小さな天才さえ、対するベイスターズの先発は右の伊野尾、この両投手の投げ合いです。さあ、まもなく試合開始となります。マウンド上は小さな天才さやか。マウンドに上がります。ベイスターズ打線相手にどういった投球を見せるのか。さあ、注目。はい、じゃあ行きましょう。スタメンは前回と変わってないですよね、全く。はい、さあ、さあちゃんは、CS いいピッチングだったんですけど、ちょっとね、負けがついてしまったんで、なんとかね、この日本シリーズで勝ち星を。ここね、強打者、そっか、強打者丸が発動する選手結構いるかな。筒香選手、おー、今助かった。狙ったところよりも、あれだったんですけど。うわっ、またか、この展開、ちょっともう。いやどっかで見たことあるな、これ展開。いやこちらが先ほどの先制のシーンです。バッターはハイレベルスケッチ。いやー、これは
あ、ロペス選手は強打者まだ発動してないですね。ソト選手は間違いなく効くと思うんですけど。第3球を投げました。危ない球投げました。4球目空振り。ホームラン、ホームラン、ロペス。追い込んだ。第5球投げました。打ちました。あ、1、2塁間への。うわー、いいコースな。今のはちょっと狙ったコース投げれたんだけどな。いやー、あ、そうですよね、ソト選手は。いや、ちょっと初回から。怖いですけど。あ、うわ、おー、そうか、ちょ、今もう。よし。いや、もう今もう、なんか心臓止まったみたいな感覚になりました。あ、本当に。こういうこと言うんですね、多分心臓が止まったみたいになるみたいな。いやー、すごい、ちょっと今のびっくりした。本当にさあちゃんな。おっと、あ、オッケー、あ、うまくよく止めましたね。はい、後ろに反らさなければ。さあちゃん、あの四死球率も一番低かったですし、あんまり止まるのかもない気がするんで、はい、珍しかったですけど、伊能投手できましたね、DeNA。ちょっと左ピッチャー来るかなと思ってたんですけど、はい、伊能投手か。交流戦では対戦、あ、でも先発では対戦してないと思うんですけど、中継ぎで投げてきたかな。でも赤徳結構ありますね。あ、スロースターターもあるんで、やっぱりこれ序盤ですよね。調子不調ですよね。はい。とかね。やっぱあんま曲がんないですね。スロースターター効いてるからっていうのは大きいと思いますけど。うん、スプリットも。よし、あー、正面か。うん、これ今だと3球種ともほとんど変化量あんまないんで、まずは同点に置くことですね。このチームは先制した時の勝率が異常に高いんで、ま、ちょっと今日は先制されたんですけど、はい、なんとかね、ま、先制許しても結構高い勝率だと思うんですけど。さあ、これフォアボール出たんでね、ここはなんとか。ちょっとシュート回転してますよね。うわー、今の取られたかったな。センター方向へ持っていきましたが、ランナー一塁に戻ります。掴みました。これでツーアウト、ランナーは一塁変わりません。第9投げた。うん、ちょっとボール球多いんで、このボールしっかり。ああ、結構抜けてますね、ボール。ああ、これも。あ、でもまあ、伊能投手逃げ球持ってるから、真ん中には来ないですけど、はい。外にボールが抜けてますよね。ああ、ちょっとボール球っぽいな、本当に。わあ、結構ドンピシャだった。よし、これは抜けますね。よし、あ、ちょっとこれは無理かな、早めんなんで。さあ、でも満塁で出ちゃう。ここもしっかりボール見極めてですね、今みたいなボールも結構来てるんで。よし、さあ、ここは一気に。先ほどのプレーです。いやー、今もう本当あとちょっとミートが張ってれば多分スタンド持ってきたと思うんですけど、いやー、ベイスターズの攻撃に入ります。宮崎、初球を打った。これは内野へのフライだ。取りました。
なんかバットと当たって、バットが当たってる気もしましたけど、大丈夫ですね。これは大丈夫そう。よし。これでツーアウト、ランナーありません。バッター、守備の名手、やばい。初球ストライクから第2球。投球はこれから3球目。内角低め見送ってストライク。投げた。打った、引っ張った。うわー、ナイスキャッチ、これはよく取った。いや、今のはすごかったですね。いやー、これはさくちゃんやりました。最後はバックに助けられました。結構今の今みたい、そうダイムキャッチで取ることあると思うんですけど、今の感じのなんかほとんどショートバウンドみたいな、しかも結構強力、いや、よく取りましたね。前回の3期生のペナントで、全然 CS とか日本シリーズじゃないんですけど、あ、真ん中来た。よし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 。なんかヨダッチョがサード守ってたんですけど、なんかあったんですよね、ヨダッチョもなんかあったんですよね、今みたいな、なんかちょっと打球を取ったことが。全然パート何かは分かんないですけど、はい、それを思い出しました。ここちょっと同点ですね、この回。バントでも、あ、いやー、ここバントはさすがに取りていい気もするけど、第9投げました。初球に送ってストライク、まずは見送りました。第2球投げました。もう第3球を投げた。ここじゃあちょっと送りますね。まずはこれ同点逆転、ですね。よし、オッケー、ナイスバッティングじゃん。よし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 。これセイラちゃんのバントも効きましたね。よし、これが打線ですよね。はい、よし。セイラちゃんも成績から見たら全然バントとかあんまりサボりキューブ打ってるんで、もうこれもうね、日本シリーズなんで。よし、これもいい相面、同じような当たりが続きましたね。これは帰れますね。よし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 。あ、これ、あ、大丈夫ですね。めちゃめちゃ気が早いとは思うんですけど、日本シリーズで日本一になったら MVP、 このパープロのペナントって日本シリーズの MVP が発表されるんですけど、まあ、発表って言ってもなんかニュースで発表じゃなくて、なんか普通に記録室のところにシリーズが終わったらまあさらって出てるんですけど、どうですか、まあ、まだ2戦目が始まったばっかなんであれですけど、ああ、ボール荒れてますね。さあ、これチャンスですよ。いったんじゃないですか、これ。かきいた、よし。いや、これ完全流れ来ましたね。うん。そうですね、まあ、カッキーがこのシリーズ、まあ、CS も良かったと思うんですけど、カッキーいいですね、この日本シリーズもね。あとは今タイムリー打ったから、ユーちゃんも前回活躍してたと思うんで、ユーちゃんもいいかな今。まあまだ先が長いですけど、これ一気にこれピヨピヨ状態になってるんで、ていうか、うん、ボールがめちゃめちゃ荒れてるんですよね。これ芯食ってますけど、ここは守備に阻まれました。これで2アウト、ランナーありません。バッター、長打の魅力のスラッガーセレミヤ、第1打席はレフトフライに倒れています。ほんと抜け玉多いですね。あー、今甘いボールだ。取りました、これで3アウト。
はい、ただこのね、スローさが効いてるうちに、点数を取れたのはね、はい、これは狙い通りですね。この回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターは柴田。前々回はマイアンが確か日本シリーズ MVP でしたかね。はい、どっちもですね、ピッチャーとしても確か好投して、バッティングも確か結構打ったんですよね。はい、それがで前回梅ちゃんでしたよね。はい、日本シリーズ MVP。 梅ちゃんは確かまあシリーズ通してすごい打ってたっていうのもあったと思うんですけど、確かサヨナラタイムリー打ったんじゃなかったかな、日本シリーズで。それも効いてると思います。投げました、打ちました、センター前進、取りました、ボールは中継。筒香選手がなんか雰囲気もすごい、ここでアタックポイント、ツーアウト一塁でアタックポイントってなんかすごい珍しいですね。あんまりない気がしますけど、なんか日本シリーズだからとかそういうのあんのかな。あーやばい、打球はそのまま伸びていく、入った入った、ホームラン、ツーランホームラン。いやいや、ちょっとこれ分かんないな。今がちょっと先ほどのプレーです。いや、これで正直すごい、いやーまさかだった。第2球投げた、変化球ストライク、アウトコースですね。これちょっとボール球でうまく、あ、これ今日よし、オッケー、なんとかこれ まずアタックポイント終わらせることですからね。はい、いやちょっとこれ分かんないですね、まだ3点差だと。はい、あ、ピッチャー変えてきましたね。あれ、とうとうシーズン1試合も投げてないですね。シーズン1試合も投げてないピッチャーが日本シリーズ、あ、もしかしてあれかな、誰か怪我したとかかな、なんかそのシーズン通していたピッチャーが。はい、だからこれも間違いなく初対戦ですね。交流戦でも投げてないってことなんで。そうですか。第9投げた、もうまずは開脚低め。第2球投げた、あ、大丈夫、大丈夫ですね。本当スチールしたかったですけど、タイミングがなかったですけど、よし、繋ぎましたね。いいバッティングを見せました。広げました、第9投げました、第2球投げました、第3球を投げました、よし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 、アウトクロス高め、第4球を投げました、オッケー、さあ満塁レンジャー、さあここ一気に畳みかけたい。あ、ちょっとストップかな。はい、あ、結果的に引いてたかもしれないですけど、いや、ユンちゃんいい。さあ、満塁続いてます。あー、ホームゲッツーか、取られるのがやってしまった。いやー、どうかな、あ、抜けない、という変になってる、アウト、スリーアウトチェンジ。はい、でもまあ1点、あ、1点か、もうちょっと点取りたかったですね。はい、まあでもちょっとしょうがないんで。トップバッターは梶谷、最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。投げた、打ちました、ピッチャー返し、あ、抜けるか、
宮崎おそらくこのスタメンで一番神里選手よりも梶谷選手の方が走ってきそうな能力的に気がするんで、どうですかね、これ4点差なんで見ますけど、投球これから4球目外れたボール次は5球目投げました打ちました一二塁間に当たり二塁無理ですねこれはおおいいですねアイメンちょっとサーチやっぱさっきの回でスタミナが結構削られたかなタイミング合いませんちょっと今日なんか第3球を投げました3球目ストライクワンボールツーストライク追い込んでいます見送ってボール投球これから5球目打ちました打球はセカンドの左打球失速しました、まあ、なんか飛び危なかった飛びついてたら逆に抜けてたかもしれない第9投げました今日ちょっと普段より若干変化量が少ない気がするんですよ特にウーパールーパーそうでもないかないやそんな気がするんですけどねあセンターへ持っていやなおもピンチが続きますさあ次の投球打った大丈夫ですねよしちょっとさあ次の回ぐらいまでですかねリプレイをご覧いただきたいと思います2者残念あれなんかさっきのあれのでしたけどゴロのさっきのセカンドゴロの動きがすごいいいですねうん4回の裏野木攻撃に入りますバッター中心のアーティスト春今日何打点を上げてどうしよう開幕的にそっか確かありましたね第3球を投げたおこれもいいどうかな惜しいいいっすねカッキーバッターランナー1塁蹴って2塁も狙う遥かいいバッティングを見せましたバッターは5番エンド第9投げた初球はスライド第2球投げた完全に外れたレギュラーシーズンの本当に終盤ぐらいからサクちゃんのホームランってなんかパタって見なくなった気がするんですよねそうだからちょっとこのシリーズ、まあ、CS とかもちょっと思ってたんですけど1本打ちたいですねちょっとここ追い込まれたんであれですけどどうかな落ちないよぐれてますね。はい。よしよしよし。さあ、スタミナはもうそろそろ切れそうですね。シュート。よし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 。これストップですねさあここはちょっと追加楽しいなおそらくこのヤンちゃんまでになるかなあの投手なんで分かったんだろう今ちょっとだけ頭をよぎったんですよ一塁ランナースタートさせるのをよくわかるなぁ。今、牽制来たタイミングが、ちょっと思ったタイミングだったんで、今ちょっとびっくりしたんですけど。バッター、偉大なチームリーダー、イコマ。第9、ランナースタート。よし！キャッチャーリリースの攻撃。オッケー！ランナーが一つ先のように進んでいます。あ、ちょっとボールが、もう使いましたね。はい。あー、甘いボールだ！さすがにピッチャー変えてくると思いますね次の回はいいやーちょっと1点ずつですけどねしっかりねはい点数は入ってるんでそうですねさあちゃんこの回までかあれあのホームランが決まってますねよし3球で仕留めてみせましたバッターは2番筒香第9投げました
OK、 ちょっと狙ったところじゃなかったですけど結果オーライです。今のボールとか手出してほしいんですけどね、なかなかこれどうかな、ファウルですかね。ウパルパかな。よし、 OK、 2者連続三振になりました。バッター頼れるスケットロペス、今日2打点を挙げています。よし、 OK、 いいですね。うん、まあ、ちょっと3点は取られましたけどね、しっかり、ゲームを作ってますね。はい、5回の表が終わって8対武藤降板、はい、マウンドに上がったのは三上、今日3人目のピッチャー、スターズもね、もう系統に入ってるんで、はい、三上投手ですね。三上投手どうかな、交流戦対戦したかな、なんかそんな気もするんですけど、まあ正直ほとんど覚えてないですけど、はい、なんか逃げ球持ってるピッチャー多いですね、ベイスターズ。はい、どうか、ショートバウンドボールを取った、受けないか、うーん、ここはうまい守備に阻まれました。バッターはマクのスキーモスター、さあユンちゃん今日3打点ですからね。これも、おお、どうかな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 、あ、間に合わない。これで2アウト、ランナーありません。第9、よし、あやめなさい、OK。 抜けた、つい、いいバッティングを見せました。このノーヒッター、田村、っていうかごめんなさい、さっきからもしかしたらマイクに自分のお腹が鳴ってる音が入ってるかもしれないで、申し訳ないです、もし入ってたら。そうですね、ピッチャー変えますか、スタミナが。ではちょっと、ね、ゆりちゃんもみおちゃんも調子すごくいいんで、まあでも点差が、そうですね、じゃあどうしますかね、じゃあみおちゃんいきますか。はい、危なかった危なかった。レノちゃんちょっと最近投げてなかった気もするんで、ペナントの終盤もあんまり投げてなかった気がするんで、それもなかったかな、いやそんな気がするな。よっしゃー、いいですね。やっぱね、レノちゃんこうサイドというかこの横から投げるんで、あそこのボールがなんかちょっと効く感じがしますよね、普通のオーバースローとかスリークォーターのピッチャーで。うん、まあ、クロスファイヤーも持ってるんで、この投げ方からあのインハイのギリギリとか来たら確かに結構すごそうですよね、うん、よっしゃ、あとレノちゃんあの成績の振り返りの時見たと思うんですけど、フォアボール1個も出してなかったですよね、あのレギュラーシーズンね。はい、追い込んでいます。投げた、打ちました、よし、これ完璧に打ちました、あ、ファウルか。第5球投げた、第6球を投げた、打ちました、よし、完璧に詰まりましたね。いや、いいナイスピッチ、スリーアウトチェンジ、中村三者凡退、無得点に抑えています。6回の裏、乃木攻撃に入ります。バッター長身のアーティスト、さあ曲発揮もいいですね。出しました、さあちょっとただね、ベイスターズ打線は爆発する可能性もね、さっきもなんか
ランナーを見てホームランドーンとか出たらね、まだ分かんない点差なんで、ちょっと点でも多く。いい当たりでしたがセカンド正面。これで2アウト、ランナーありません。バッター長打が魅力のスラッガー清水、今日はここまで3打数1安打。よし、これマッシュ。あー、まあでも抜けますね。あ、大丈夫かなこれ。あ、大丈夫ですね。うーん、ちょっと差し込まれたかな。はい、ちょっと今ディフェンスポイントもしかしたら来るかなと思ってたんですけど、よし、大丈夫ですね。今ストライクだった気がする。よしよしよし、なんかちょっと無理かな。あー、ちょっと無理だったかもな。あ、ちょっと待ってくださいね。代打出してもいいかな。ここ長打が、まあ、よだっちゃいこうかな。はい、どうだ。よし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 、オッケー。あ、いけたかも。いやでも大丈夫ですね。よし、甘いボールなんだけどな。中盤まで終了しまして9対3、乃木この回1点を加えています。ゲームはいよいよ7回ですよね。じゃあランディザー行こうかな。はい、まあ完全試合も、ね、達成したピッチャーですから。あれ以来の登板ですかね。はい、本当にね、びっくりしましたね。自分が一番びっくりしたんですけど、あの時やっぱりあの交流戦の時にまゆちゃんが完全試合して、その次の日にマイヤンがノーヒットノーランやったんですけど、まあやっぱりあそこから、まあ、あの時2試合連続でノーヒットノーランできたのは本当に、まあ、あの後やっぱり難しいじゃないですか。うん、簡単にできる、あの時は 2夜連続だったんですけど、なかなかね、やっぱり難しいなと思ってたんですけどね、まさかのシーズンの終盤の終盤でね、ランゼちゃんが、あの時本当に良かったですよね。うん、なんか自分も操作してて、本当にこう、自分の思い通りの感じで、球もいってて、すごく投げてて、うん、なんか、すごく投げ心地が良かったってすごい覚えてて、うん、本当に良かったですね。なんかこのこれ3回目のペナントですけど、3シーズン通して常にどのペナントでもなんかこう、なんていうんですかね、活躍してるっていうか、まあ、どうしてもこう各ペナントにそれぞれテーマがあるから出場機会限られてるんですけど、ランゼちゃんその中でもなんか一番 3つのペナントを通してなんかこう、うん、活躍してる気がしますね。まあ、この唯一このシーズンがちょっと出場回数は今までに比べたら減ったんですけど、でも完全試合やりましたからね。うん、だからそういった意味ではね、3シーズン通してね、何かこう爪痕残してるというか、うん、いい成績出してるのかなとは思いますけど。さあ、三上投手もそろそろスタミナが、ね、もう本当に1点でも多く、もう日本シリーズなんで、もう何が起こるかも分かんないですし、1点でも多く取っておきたいですね。よし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 、いいっすね。あ、ここですね、ディフェンスポイントはしっかりと。さあ、これスタミナが切りましたね。
大チャンスですよ。シャバエちゃん出ました、スリーラン。いやーこれは大きい。よし、登板左の砂田、今日4人目のピッチャーとして登板です。期待しましょう、注目の投球です。はい、砂田投手ですね。いやー大きいな今のホームラン。もうですね、これでだいぶ点差もついて、もちろん油断はね絶対しちゃいけないですけど、さあ、あ、しまった。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは10年に1人の逸材、遠藤。今日はここまで4打数1安打。本当にベイスターズのピッチャー、逃げ球持ってるピッチャー多くないですか？うん。ほとんどみんな持ってる感じがしますよね。うん。あ、でも、確かに。逃げ球も持ってるけど、死球も持ってるピッチャーも多いですよね。うん。これどうですか？あ、抜けないか。いや、無理ですけど。これで2アウト。ランナーは1塁変わりません。バッターは雪国の強打者、種山。第9投げました。あー、レフト前に出る、取りました。これで3アウト。7回の裏が終わりました。確かに逃げ球持ってるピッチャー多いから、ど真ん中にあんま来ないですよね。うん、まあさっき来ましたけど、まゆちゃんのあのあれですけど、じゃあちょっとみかちゃんも行こうかな。はい、いいですね。さあ、マリカちゃんも確か成績の振り返りを見たら奪三振率高かったっすよね。うん、今のマリカットとかも、うん、これがやっぱいいですよね。このコンピューターもやっぱり空振りしてますし、これ対人戦とかでもかなり威力を発揮しそうなボールですよね。インハイへ、インコースかなり攻めてるんで、最後外、よし、ショートから一塁送球、アウト。これで2アウト、ランナーありません。バッター頼れる助っ人ロペス、投げた、シンカーをまずは内角、インコース引っ張った。 OK、 いいですね。よし、軽快な守備を見せました。3アウトチェンジ。さあ、しっかりね、リリーフ、あのサーちゃんから引き継いだピッチャーがすごいいいですね。ちょ、そうですね、どうしようか、ちょっと待ってくださいね。うん、じゃあちょっとこれ不調の選手多いのあれですね。じゃあ前々いきますね。はい、バッターは永遠の聖域深川。あ、しまった。ダイレクトでボールを掴んでアウト、ワンアウト。バッターは何者の占領役者、早川。第9投げました。ちょ、スライダーがなんか思ったよりこう第2球、なんか変化量は頭に入ってるはずなんですけど、打った時に思ったより曲がってるんですよね。うん、自分がミート合わせに行ったところに、そこはヒット来い。いやー、これで2アウト、ランナーありません。バッター、バッターのスピードスター、石場。ここまでヒットは3本、投げた。あ、シュート。で、行きましたが、初球、空振りから第2球、もう。第3球を投げた。内角低め、見送って
スリーアウトチェンジ。乃木結局三者凡退。はい、ただね、今日は16安打も出てる。まだ終わってないですけど、はい。ちょっと守備ちょっと変えますね。さすがに大丈夫だと思うんで。さあここは守備を変えて、いよいよ最終回。じゃあちょっと最後はマイアンに締めてもらいましょう。ピッチャーを交代します。伊藤交番。マウンド上は国民の人気者白石。今日5人目のピッチャーです。さあここはちょっと点差ね、ありますけど、次戦以降にもこれでしっかりできそればね、つながると思うんで。ゲームとはいえ、こう、なんですか、あんまりこう、調子を、あんまり打たせてね、調子、こう、上がってる感じにはしたくないんで。よし！空振り三振！バッターは5番、梶崎。今日はここまで3打数1安打、1三振。投げました！外角低め、外れてボール。見送ってストライク。第3球を。投げました。ナイス、オッケー、いいですね。多くのキレがかなりいいですね。ストレートは外れてもインコース、さあ次の1球が最後となるか。投げた、見送ってボール。投球はこれから6球目。打った、これは大丈夫ですね。よっしゃー、オッケー、よし、今日快勝ですね。はい、いやー、よかった。あ、点数がこんだけ取れたっていうのがやっぱ大きいですね。はい、さあ本日のヒーローは2名。あ、これゆんちゃん2話連続ですよね、今年代相当。ご覧いただきました一戦は12対3、乃木大佐。そうですね、さあちゃんもお立ち会いたて、そうですね、やっぱちょっとホームランの失点ありましたけど、やっぱりゲームしっかり作ってくれましたしね。はい、あとはさあちゃんの後継いだピッチャーが今日は良かったですね。はい、リリーフのね、投げたピッチャーがすごく頑張ってくれたんで、やっぱちょっと、あそこで、また、失点してしまうとね、流れが、行きかけるっていう可能性もあったと思うんで、そこが大きかったかなと思いますね、今日はね。はい。ユンちゃん2話連続ですよね。確か前回もそうだったと思うんですけど。MVP 近づいてるかもしれないですね。うん。そうですね。この4回とかも、ここでまた点が入ってたらね、踏ん張りましたよね、さあちゃんね。はい。やっぱり先発ピッチャーをね、早々に攻略するっていうのは本当大きいですね。はい。今日は、あとベイスターズのピッチャーがちょっと、フォアボールもそこそこあったと思うんですけど、結構、ボールが抜けてるボールが、井野投手限らず、その後リリーフしたピッチャーも多かったと思うんで、まあ、それも大きかったかなとは思いますけど、はい。いやーでも今日はもうなんか大勝って感じですね、本当に。そう、うん、ちょっとね、やっぱりでもホームランな、初回の筒香選手のか、ちょっと初回の筒香選手はなんとか抑えたいですね、次はね。はい、あ、だってもう4回からヒット打たれてないですもんね。うん、だからリリーフ陣も完璧。これカッキーとまゆちゃんって、あ、通算本塁打ってでも2人とも2本ずつぐらい打ってますよね、確か。そんな気がするんですけど、ちょっとね、今セイラちゃんの値が止まってるのがちょっと、そうですね、ちょっと
か打たせてあげたいんですけど。はい、でもね、2連勝できたので、はい。いや、これ大きいですよ。2連勝したらだいぶね、もう有利になると思うんで。はい、ということで、そうですね、この、結果的に見ても、結構ね、点差もついて勝ててるんで、はい、で、おそらくなんですけど、多分ここで左のピッチャー来ますよね、横、DeNA の。だから、ここですね、能力的に多分、先発の中で高いピッチャー多いと思うんで、はい。なんとかね、そこを打てればなとは思うんですけど、はい。で、次の試合から DH もなくなるんで、はい。そこもね、ちょっとポイントになってくるかなとは思うんですけど、はい。なんですよね、無事2連勝できたのはね、本当に大きいんで、はい。次の試合ですね、もう次の試合勝てばね、大手と一気にね、日本一が近づくんで、はい、次回もね、頑張ろうかなと思います。はい、では今回はここまでになります。ご視聴ありがとうございました。